でも今は普通に陸の上にいますよね。だから、それはだな。知りたいな、そのいろんな事情を知りたいな。壊されちまったんだよ、冒険者に俺の船を。え、船を壊された？それまたどうして？いや、さっきのルルアと同じさ、悪い。なるほど、それはまたご愁傷様です。はあ、陸の上の暮らしなんて全然わかんねえしよ。海が恋しい。あ、泣かないでくださいよ。よし、出かけよう。行くぜ、心の羅針盤の赴くままに。行き先は紹介は終わったから、次はお母さんの番だね。みんな、この人こそがアーランド一の錬金術師にして私の大好きなお母さん、ロロライナ・フリクセルだ。だけどロロナです、よろしくね。みんな、よろしくロロナさん。ねえねえお母さん、お母さん仕事が忙しいって聞いてたけど、アトリエに戻ってきたってことは。とりあえずお仕事は一段落かな。ごめんね、結構時間がかかっちゃって。ううん、気にしなくていいよ。お疲れ様、お母さん。あのね、私ねお母さんに話したいことたくさんあるんだ。みんなのこととか、リドルのこととか、家が私名義になっちゃったこととか、だからいっぱいお話しよう。ね、ね。あ、もちろんだよ。本当に待たせちゃってごめんね。あ、今、あって言った？あって何、お母さん。
ごめん。まだ一つだけ依頼があるの。これから依頼人さんに会いに議会に行かなくちゃ。依頼？それなら私も手伝うよ。私だって錬金術上手くなったんだから。さあ一緒に行こう。お母さん、親子で依頼パパッとこなしちゃおう。ルルアちゃん、ありがとう。まあまだどんな依頼かもわからないんだけど、ルルアちゃんがいてくれたら頼もしいよ。それじゃあ、うん、議会に出発。きっとなんとかなるなる。イエーイ。さーて、どこに行こうかな。さあさあ出発だね。面白いキノコ見つかるかな。
任せて。逃がさない。曇ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。